はい、今日もあなたと百姓天国、本日は1月9日火曜日ですね。さあ次は大根、根菜類ね、大根、火の中部取りますか。よいしょと、まずは火の中部、よくらせと、昔に比べてね、畑が狭いのでね、いろんなこうね、来年はここにこうしようこうしようってね、昔は畑1枚をね、まあざっくり2反とか3反を半分にずんと開けて、こっちが里芋とかこっちがこうとかね、分かりやすかったですけど、今ねなかなかそんな広い畑ないのでね。レッドマスタードが適期ですね。さあ日の中も今週来週で終わりですね。まあ結構3週出せればね十分ですから。長くなるとこで曲がってっちゃうね、これね。向き逆か。こうか。そろそろね、1月のもう別の畑でね、小株、株類ね、いろいろ作ってますんでね。そういえば大根、袋大根のところ全然見に行ってないですけど、仕上がってるんでしょうか。そろそろね、出せると思うんですけど。結構草になっちゃってるかな。本当にこっちは暖かいんでね、冬でもやっぱ草生えてくるんですよね。まあそれはそうですよね、こんなに暖かければね。草の勢いがだからね、ゆっくりです。もちろんゆっくりにはなるんですけどね、全く生えないってことはないので、なかなか厳しいですよね。よいしょ。さあね、2024年はね、結構ね、日本全体としては波乱の幕開け、大変な感じになりましたけれどもね。まあね、皆さんね、本当にこう頑張っていきましょうね。まあ僕、我が農園はね、2024年はね、まあ農業講座のも2年目に入ってきてね、ようやくこうなんていうかね、少しずつこう落ち着きを取り戻してね、私自身もね、久々にこの年明けてね、ようやくなんか落ち着いた暮らしがようやく始まりつつあるって感じですね。でも多分ね、来年ぐらいですね、落ち着くのはね。はい、まあいろんなことがありすぎましたんでね、もしかしたらね、紙一重で今頃は中央アジア、ね、キルギス、ブータンにいたかと、もしかしたら、ね、そういう人生もあったかなと思うと、ね、何でもそうなんですけど、なんか
他の選択肢の方が良かったかなって人間思うとね、そっちが羨ましく見えますよね。でもね、本当にね、人生っていうのは紙一重でね、本当にその決断をね、もっと早くね、例えば2週間早く決断していたら僕日本にはいないですね。はい、なのでそのね、今お世話になっている法人の社長さんから連絡を受ける前に、もしねパスポートを取ってね、日本を旅立つ準備していたら、もしかしたらね断っていた可能性がありますね。はい、まあ本当に紙一重ですよ。それかね、どっか履歴書送ったりしましたんでね、そのうちの会社のどれかがね、ぜひ百姓農園さんうちの会社にみたいなのね、あんまり給料高くないですけどみたいな感じで、もしやったら今頃ネクタイ締めてね、なんか仕事してたかもしれないですよね。それはそれでね、でやっぱりね、こうなったっていうのは、僕はやっぱり今回は、まあ最後まで百姓でいけようということなのかなとね。ね、僕は旅人なのでね、なんか最後は違ったことやって、まあね、ネクタイを締めてどうのこうのっていうのはちょっとあれだったかもわかんないですけど、何かしらね、なんかやってどうのこうのっていう、それで終わってもよかったんですけどね。でもこうやってまた舞い戻ってきたのでね、そういうことだったんだろうなって思うんですよ。だから自分の人生って本当にね、自分で決めてるようで決めてないっていうことですよね。それはね、本当にすごくもう一番強く感じることですよね。選択して決めてきてるように思えてもね、実際は違うですよ。自分が決めてるようで決めてないでしょ。全部自分で決めてるなんて思ってる人は、僕はやっぱりそれはね、認識が浅いと思いますね。だってそういったことがね、本当に分かっていたらね、こんなに苦労することはないんですけど、それが人間ですよね。いろんなものが、全てがこうつながっていてね、ここにたどり着いているので、ね、土地をすっ飛ばしてね、千葉を出てそのままじゃあ三重に来ればよかったんじゃないかって、そういうわけにいかないんですよ。だとしたらそんなにね、人生は甘いものでないし、そういうふうに考えるということはね、僕はそれは知見が浅すぎますよね。だからやっぱり人生というのはそういう意味では非常に面白いですよね。うん、面白い。どうなってんだろうと思いますよね。どうなってるんですこれ。全く持ってね、そう思いませんか。こんなもんかな。はいはい、よいしょ。今週来週で終わりですね、日の中もね。はい、もうちょっと作ってもよかったですけど、まあまあこんなもんでしょうかね。はい、これ直巻きでね、耐熱マルチのところに直巻きで作ったんで楽でしたね。来年も同じやり方でやりましょう。大根取りましょう。腰かご、腰かごをしてると乗れないんですよ。大根は重いのでこれの出番ですね。コメリさんのね、これね、これいいですよ皆さん。
この隣がね、聖護院大根なんですね。1月の終わりぐらいに取ろうかなって感じですけど、まだまだですね。はい、1月の終わりぐらいですね、聖護院大根が。はい、隣が刃物のね、ベッドですね。刃物、昨日刃物やろうと思ったんですけどね、あの朝雪が降っちゃったんでね、昨日だからちょっとねできなかったんですけど、刃物はあそこにね4本目ですね。で4本5本6本7、8、9とね、10本ちょっとで終わりですね。でその向こうがね里芋ね、あのまだ半分ちょっと残ってますけど、里芋はもう連作ですからね。はい、でも、2月になったら掘って、親芋を取り除いて、親芋と子芋を分けたら親芋はもう植えていきますんでね。はい、同じ場所で、収穫して同じ場所で植え付けていきますので、簡単でしょね。もうそのパターンでずっと里芋はね連作連作でやっていきますので、まあ肥料はぬかとほんのちょっとぼかしね、窒素分がちょっと足らなければぼかしをちょっと振るだけで終わりですね。何もありませんね。基本ぬかさえ入れとけば野菜はできますのでね。さあ大根取りましょう。ちょっと小さいかね。まあ小さくてもね、使わなくても この一番右側がどうしてこんなに一番大きいんだろうね。こうも違うかっていう大きさだよね。大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。うん、難しいね。大きい大小を分けますか。これぐらいがいいんですよね。ちょっとでかいかな。ちょっと大きい。大きいのは業務用に回します。いや本当にあれだよな、生育がこうも違うかねっていうぐらい違うよね。面白いよね。
こっちはちょっと品種が違うね。これはちょっと太すぎ。これはちょっとお客さんには入れられないね。業務用だね。大根でかすぎ問題ですよね。でかすぎても困る、ね。でかすぎる。いやー難しいな。でかすぎるよ。よし、こんなもんにしとくか。でかすぎるな。よいしょ。さあ運びましょう。これでこうやってね、両手が離せるので。